ひなチャンネル。今日は小市民シリーズ9話反応会ね。今回で幼いさんの本当の凄さがよくわかったよな。まあなんているのかな。敵にはしたくないけど友達には欲しいタイプかな。お前と気が合いそうだもんな。さて実況民がどのように思っていたのか見ていきましょうか。それではみんなの反応どうぞ。大気夏パフェの答え合わせ会。夏季限定と季節に追いついてきてるの好き。オープニングテーマ始まりリアタイします。びっくり提供画面。これリアタイで見れるのもあとちょっとか。岐阜の治安がどうなっとるのか知りたいよ。治安崩壊と不しかない岐阜。第9話スイートメモリー前編。小市民らしからぬ計画犯。誘拐されるって分かってた。しっかりシャッター街になってて好感度高い。夏季限定トロピカルパフェでけー。パフェでけー。こんなん食べきれないだろ。でかっうまー。3980円だもんな。目を輝かせる幼いさん可愛い。すごいなこのパフェ。パフェでっけーでかすぎんだろ。ええー、や改めてほんとでかいな。幼いええや大阪は。ええやって頼む幼いさん。スイカは先に食べる。合わないのかよ。合わないんだ。スイカを食べる幼いさんよい。大食い始まってる。ええやで頼んでるお客多数。めっちゃ早いペースで食べてますね。けんけん余計な世話してたところから。余計な世話も薬師牛乳パックもレンジに入れる。トロピカルパフェとてもよき語る幼いさん。いいの夏季限定トロピカルパフェやば。幼いさんパフェに夢中で聞いてなくない。う、ゆきちゃん美味しそうに食べるね。話聞いてるのかな。幼いさん話聞いてる。う、もぐもぐ。この値段でこの品質のメロンが食べられるなんて。え、そっち。その驚きじゃねえよ。幼いさんはパフェに夢中。食べ続けてる貫禄がえぐい。幼いさん食べる手を止めないのかわいい。物騒な話を聞きながらパクパク。誘拐よりパフェ。メロンうまそうだな。全く絵に返さないよ。小市民シリーズ見てると甘いもの食べたくなって本当に良くない。幼いさんパフェをひたすら食べてて聞いてないよ。ちゃんと聞いてんのかう。しかもあんな格好までして。ゆきちゃんの食べる姿が小動物的な可愛さがある。知り合い。知り合いだったんだ。お話し続けて。こっちは気にすんだよ。大丈夫、気にしないからう。会話が成り立ってない。食い物に服を合わせる女。この間の誘拐の時の方が似合ってたね。洋服褒められて喜んでるの可愛い。ここ可愛いね。幼いさんらしくない格好。見慣れてた。わかるように見慣れた格好で出歩いてたのか。仮装してるような感じなのか。シッピーは偽装だったってこと。この前の誘拐の時の服装の方が似合っていた。というか見慣れていた。カット割りを早くして。攻めの一言で幼いさんの動きが鈍る。今週も幼いさん可愛い。うっとり幼いさん燃えすぎ。そう思ってたんだけど。満足そうな顔可愛い。パフェに夢うつつな幼いさん可愛いね。幼いさん話聞いてる。デザート楽しんでるか大阪は。超でっかいパフェ食べたくなった。確かにあの状況でメッセージを送れるのは不自然だな。音声入力でしょ。このメッセージの見せ方いいよね。幼いさんまあまあ食べ終わってる。しっかりとした文章。ごめんなさいかける2とか明らかに余計だし。ごめんなさいサンドイッチね。メッセージが打つのが早いとかガラケーかな。あらかじめ用意していたとも思わなくもない。確かに犯人に見られてる時にこんな長文は打てないよな。確かに誘拐されてる状況であの文章を打って送れるわけないよな。おまぬけなのはそうだろうけど。まるで取り調べを。意味深。アリバイ聴取。その秘密を暴こうって言うんだよ。僕も幼いさんの女の子の秘密知りたい。被害者にアリバイを聞く。秘密がある時にどうぞ。完食してて草。確かにそうなんだよな。分量と外出の理由。この客何かと汎用性高そうだな。嘘と秘密で成り立ってるの。タイミングぴったりの紅茶だ。あち。紅茶夫婦あち。熱がる幼いさんエグかわ。デザートだけは別腹。自分都合な女だな、幼い。私のこの夏の運命を左右する。スイーツセレクションも罠だったのかい。この空気感、この雰囲気が欲しかったんだ。誘拐されたことも不可解だけど、そもそもなぜスイーツ巡りをさせられているのか。この地図を渡した時に幼いさんは、こうなることを全てわかっていた。なんだって。地図も仕込んでいたのか。どれだけ前から計画立ててたんだよ。執念深すぎる。リンゴ飴。一人でリンゴ飴食べてたのか。パフェ完食してるのすごいな。むき甘栗小鳩くん。お話の途中ですが栗美味しそうですね。存在しないむき甘栗。この後リンゴ飴が食べられない状況になることが分かっていた。食べられなくなることを知ってたので先に食べてたって。ことは予定通り運んでいる。誘拐を察知してリンゴ飴はフラゲしてた。誘拐されるのに計画的。小市民、気づいたら一番面白いとこまで来てるじゃん。小説で読んだ時ここで虜になったな。この雰囲気のまま B に行くの、良すぎるな。無縁な計画に小鳩くんはまんまと組み込まれていたと。
だいぶ前からの計画的犯行ですな。まさか全てをサナエさんの計画通り、食いしん坊だからではなくてよかった。フローズンスイカヨーグルト、あのシャルロットは絶品だった。シャルロット、小鳩くんに渡した時から誘拐されることを知っていた。そんなに前からだったのか。そこまで前からだとは思ってなかったけど、そう考えるといろいろと合点がいくな。全て計画通りってことか。あれ全部メッセージだったのか。地図手渡した時からかなり長期計画だったでは。そんな前から誘拐されるのが分かってたん。幼いさんが諏訪の子孫の可能性。全ては幼いさんの手のひらだったと。幼いスイーツコレクション夏だった。ご機嫌。幼いさんの可愛い可愛い男子教育いいよね。地図渡した時点で誘拐されるのを知ってたのか。スイーツ食べたかったからという理由が一番ではなかったんやな。とりあえず幼いさんは小鳩くんが残してるパフェを食べてしまうべき。幼いさんに教育された小鳩くん。幼いさんシャルロットの恨みは忘れてなさそう。それにしても夏季限定トロピカルパフェがでかすぎる。素敵なお店だな。夏季限定パフェ他に2組も注文し完食してるの恐怖だが。僕は原作勢だけど、まあもうずっと前だし何も覚えていないからね。細かいところも伏線だったなんてな。幼いスイーツセレクション夏が全ての鍵。小鳩くんの心配。それであのメールにごめんねって書いてた。ごめんね。そこはさすがに謝る。小鳩くん優しいね。させるよう仕向けたではないんだね。敵を欺くにはまず味方から。リンゴ飴を食べたことを謝る幼いさん。ごめんね、それは正しいと答えたということ。甘栗もぐもぐする小鳩くん可愛い。小鳩くんが頼れるのは堂島くんだけ。頼れる友達少ないのバレてて草。堂島くんがいつらのかはよね。ケンケンが一番の被害者では。本当に謝りたいとは思ってないだろう。暗い過去が。その小鳩くんと堂島が痛い目に遭いながら喧嘩してるシーンが見たいんですけど、どっちにしろ小鳩くんを巻き込んでるんだよな。あんまり話したくない前の話なら、そこまで執着しなくても。よっぽどあれなことがあったんだろう。過去にめちゃくちゃ争ったか、めちゃくちゃにボコボコしてやったのかな。幼いさん性マジイサキよ魅力。あー小鳩くんが幼いさんさん泣かした。でもごめん、幼いさんパフェ完食してる。幼いさんの方が先に食べ終わった。これは何を意味するのか。まるで内臓をかき混ぜるように。頭抱えてる。そこ持ったらベタベタしそう。幼いさんの反応かわいい。誘拐計画の動向を把握していた。内通者がいたんだ。内通者とな。その相手は小鳩くんじゃなかった。夜中に電話してた相手違ったものね。幼いさん、内通者から情報を得てたのか。あの長電話はそういう意味だったのか。何もんだよ。ベッドに座ったら足が床に届いてないの。おさかわすぎるだろ。これが密室の恋じゃなかったら何なんですか。ここの幼いさん可愛すぎて、小鳩くんだけじゃなかったのか。ということは、誘拐させたのは。刑務所行きでお願いします。最終目的は逮捕と処罰だよねー。誘導したよねー。マジかよゆきちゃん。複数の殺人、誘拐、強姦、恐喝、通過法違反、それに麻薬の密売だ。シャルロットの時の長電話は。マジかよ。幼いさんってやっぱり条件、全て考えた上でやっているなら恐ろしい子。すなわちこれは幼いさんが計画した大掛かりな復讐だったというわけですよ。幼いさんのイメージがガラッと変わった。いいね、ゾクゾクするね。最高だね。おこがましい。おこがましいスローガン。幼いさん怖い。相手を追い詰めるのに徹底的だな。みんな幼いさんの恐ろしさに震えているの。最高。互いにかなわないポイント。じゃあ認めてくれるんだね。ゲストずっと待機してたんだ。すごいな。凄まじいな。幼いさんの気持ち悪い部分が出てきていいね。はい。その内通者呼ぶのか。イカれたゲストを紹介するぜ。ここでゲストのご登場です。お前らグルだったのかよ。暑い中ずっと外で待たせていた鬼畜幼いさん。入ってきて今日そこまで見抜かれるのも想定していたってことだよね。急な説明。私の知り合いの小鳩くん。知り合いなんだ。私の知り合いの小鳩くん。ここではしごを外されたら小鳩くんも鳩が豆鉄砲状態になるわな。う、へそ出しファッションお姉さん来た。小鳩くんやばいやつ扱いよ。川又さん、二人がパフェ食い終わって話するまで待ってたと思うとそんな悪い人じゃないのかもしれん。フルネームをまた何か考えが。なじも名前もさらりという幼いさん。知らない同士？怒ってる？焦ってる？なんでそんなに楽しそうなんだい？幼いさん、N あなたは川又文治ですか？え、まさかのもう内通者さんを待機させてたんか。薬物グループに関わらせてたのも幼いさん。役に立った。小鳩くんやばいやつと言われてて、夜中なのに笑ってしまったわ。危険すぎるだろこのアニメ。う、本が薄くなるつもりだって。コビオール、サナエさんは無事に抜けることができた。補導されてたのか。抜ける手助け意味深。
岐阜の治安で生き抜くためには媚びを売るのも仕方ないのかもしれないな。早苗を助けたが恨まれたか脅した？お互いに利のある共犯者か。幼苗さんを脅すとは命知らずな。入ってきたところと出てくところ別なの気になった。役に立ってもらう。でも身代金を手にするためにはもう一度電話をかけなきゃならない。電話をかけたのはよく考えたら身代金要求なんてするわけがないよな。あのボイスチェンジャーはフェイク。あのボイスチェンジャーでかけてきたの早苗さんかい。ボイチェンかいはいい。ボイスレコーダーを渡すことに何の意味があるのか。それに気づけないうちは幼苗さんの手のひらの上なのだ。ここのくだりお茶の間も小鳩くんの顔になってたと思う。そういえば黒幕、身代金に関しては何も言ってなかったな。しまいには被害者だとか叫んでたし。これで狂言誘拐の証明になったか。そういうことだったか。警察にバレたらヤバい事案だぞ。はい、誘拐の電話のなすり付けかよ。うわ、すべての謎が解けた。ボイスチェンジャー使ったとしても話し方からしてバレそう。なるほど。用意された台本か。幼いさん怖すぎるだろ。この終わりの気配。悪い顔してるな。幼いさんめっちゃウキウキしてて怖い。2手3手先を行って相手を叱るべき処罰受けさせるという怖さ。台本通りという建前。怖。怖すぎて笑ってる。幼いさんめっちゃ楽しそう。うわうわ。ちょっとどころじゃないレベルで引くほどやべえよこの子。拉致監禁だけじゃ満足できなかった。身代金要求したの、かはまた早苗だったのか。そこで楽しそうに笑うとこが幼いさんの悪趣味なとこだう。これが岐阜、誘拐犯の出来上がり、か。怖えよ。幼いさんは明らかに犯罪者気質やん。幼いさん怖いよ。幼いさんを誘拐したのは幼いさん自身だった。自作自演ってレベルじゃねえぞ。幼いユキを誘拐したのは幼いさん自身だ。幼いさんが一番ヤバいやつじゃねえか。かわいそうとか言ってる幼いさんめちゃくちゃ楽しそう。役増やすしたのか漫画確定にしたのか。川又早苗さんの声優が幼いさんで笑ってもうたう。狙いすぎやろう。やっぱ岐阜県民ってやべえな回でした。2024年最低のクズヒロインだよ幼いさん。身代金目的誘拐は罪重いぞ。おさこはすぎるわ。もっと重い罪で制裁したのか怖いこの子震え声。いやー楽しそうにしてらっしゃる。いい生活してて本当良い。とんでもねえ小市民がいたもんだ。幼いさんやばいやばい。なんでそんなことを。あの普通っぽい母親からよくこんなモンスターが生まれた。幼いさんのこの嬉しそうな顔ったらないよ。手の込んだ自作自演を仕込んでたのか。誘拐は罪状を重ねさせるための自演。おさこはすぎる。とんでもねえ女だ幼いさん。岐阜ではこういう人がうようよしてるってマジですか。もう絶対に幼いゆきちゃんを敵に回しちゃいけない。甘いものでも何でも用意します。これ幼いさんも何らかの罪に問われない。怖すぎ怒らせちゃいかん。でも可愛いんだよな。前の辺で徹底的に相手を潰す的なこと言われてたことの恐怖。幼いさん邪悪すぎて笑った神アニメです。自分をどう誘拐させるかの回答編だったな。可愛い見た目の子だなって流し見てる絵だったけど、やべえやつの黒幕とかそういう枠のお人だった。なるほど、最初から計算され尽くした事件だったんだ。幼いさん底知れない女の子だな。後編も楽しみだ。幼いさん計画通り過ぎて矢神ライトに見えてきた。証拠を真犯人に返すアホがおるんか。みんなの反応はここまでです。幼いさんの本性が素敵すぎて最高のヒロインよね。このアニメが始まった当初、小鳩くんが謎を解いて幼いさんが便乗する展開と思ってたから、幼いさんがこんな子で驚く展開やったわ。次回が最終回かな。どうやってまとめるのか楽しみね。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。